私、ママとパパ。何書いてるの？大声がしたらここに隠れるの。時々違う男の人、ママに怒鳴った。その人、ママと変な言葉しゃべってた。二人で怒鳴ってた。ママは怪我した。パパ、パパお家に帰ろう。ほら見て、雪。あれ誰？もし嫌われたら、ママ。アリスおばさんとジャスパおじさんが逃げたのはみんな死ぬからなの。とっても可愛い。こんにちはアロ。どこにする、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 どこにする。パパこれ直して。違うよ、本を落とすの。部屋の本棚から。本で読んだ。ポルターガイストっていうの。未知のものを認めるのが科学なんでしょ。なんでマーフィーなんて変な名前にしたの。マーフィーの法則よ。先生に会えばわかるわ。全然。ねえ先生と揉めないで。やだ、私も行く。でもそこに何があるかわかんないんでしょ。謎が解けたのは私のおかげでしょ。見たよ、だから言ってほしくないの。メッセージを解読した。一言よ。なんだと思う。ステイ、ここにいろって言ってるのよパパ。信じてくれないの。本棚を見て、これ見て、ここにいろって言ってる。なんで、なんで信じてくれないの。行くなって言って。はい、もちろんです。その3つの理由をご説明いたしましょう。1、ワースにふさわしく知性がある。2、ワースにふさわしく真面目。3、ワースにふさわしく、その揺るぎない関心を、その運命の質問変わっちゃったみたい。ごめんねお母さん。 B？ プラン B は無理だって言ってたじゃない。だから A にしたんでしょ。私って本当にワース学園にふさわしい？お母さんでなきゃ誰がやる？言って、私には票がある。誰も気にしない。おじさん知ってる。答えた。どうでもいいの。23歳。でも悩める13歳なら逮捕しないの。ママが処方されたやつだから合法よ。バレる。ジェニー・オニール、お酒好きな所長でしょ。お酒は良くてはダメなの。遅刻届は出ないと思う。母は愛してくれてる。あそこ嫌い。うちそう、ママは問題あり。いいわよ、そんなこと言ってない。準備は？引いて。もうちょっと、もうちょっと。大丈夫、物理の法則よ。ええ、絶対。私が知る限りは。いい？あなたの同情はいらない。名前は？あなたも家族を亡くしたのね。あなたって本当に綺麗。あなたの名前決めた。ブラックビューティー。ありがとう。ビューティーを売らないで。私たちは家族、分かってるでしょ。きっと見つけるからね。約束する。私を救ってくれたの。私は100頭もいらない。1頭だけでいい。